ミステリーゾーン。ランプ温泉。原作源氏慶太、脚色狩田昇、音楽沢田信夫。部長、野上幸恵さんという方からお電話ですが。野上幸恵？は、大和の元湯温泉の方だとか。元湯、はあ、うん、つないでくれ。は、もしもし。あ、幸恵さんですか。八代です。覚えていてくださったんですか。もちろんですとも。あ、今どちらに。東京へ出てきたんです。八代さんにお目にかかりたくて。私に？ご迷惑でしょうか。とんでもない、大歓迎です。ぜひこちらにおいでください。野上幸恵、10年前に私が元湯温泉へ行った時はまだ高校生だったはずだ。10年前、私は最悪の状態だった。死んでやる。絶対に別れてなんかやんない。うちには別れようとするたび狂言自殺を繰り返す不貞の妻がいた。そして会社へ出ればなぜか私を目の敵にする重役。あの重役のせいで同期生が皆課長になっても私は平のままだったのだ。あの温泉に行ったのはそんな時だった。熊野川のトロ八丁をさらに遡って大和の五条町に出る。その途中の村から山奥へ5時間以上も歩いたところに一軒家があって、そこが元湯温泉だった。おかみと幸恵という娘、それに使用人の60ぐらいのじいさん、3人だけで宿をやっていた。もっとも訪れる客はあまりないようだったが、いまだに電気が来ていなくてランプを使っているところから土地の人にはランプ温泉と呼ばれている。私が宿に着いたのはもう夕方だった。おかみに勧められて露天風呂に浸かってみると、一時だが浮世のうさを忘れられそうな気がした。いかがですか。暑くございません。あ、おかみさん。あ、いえ、ちょうどいいです。八代さんでしたわね。ここのことどなたにお聞きになって。友人の青田に聞いたんです。青田さん。ああ、去年いらしたあの画家の青田さん。そうです。そうですか。いえ、都会の方がお見えになるのは本当に珍しいものですから、いつもは行商の方ばかりで。こんな地の果てみたいなところですものね。ひなにはまれと言っていいおかみは50過ぎの色白のいい女だった。ふっくらした顔からは優しさがにじみ出てくるようで、私のあの浮気な妻とは大違いだった。宿へ来て3日、昼間は温泉や散歩で少しは気が紛れる。だが夜眠ると夢の中で嫌おうもなく東京へ引き戻されてしまう。私は眠れないまま谷川の音を聞いていた。八代さん。は、
おかみさんですか。何でしょう。お話ししたいことがございます。こんな夜中に。ええ、いいですが、どうぞ。失礼します。おかみがランプを掲げて入ってきた。何でしょう。八代さん、明日東京へお帰りください。え、どうしてですか。もうしばらくいるつもりだったんですが。私が何か。川の精が申しますの。あなたはこれ以上ここにいてはいけないと。川の精、何なんですか、その川の精というのは。昼間、八代さん吊り橋の上から川を覗き込んでいらしたでしょ。あの時、いっそこのまま飛び込んでと思われたんですね。どうしてそれを。いや、実はそうなんですが。川の精に聞いたのです。このままここにいるとあなたには死神が取り付くそうです。死神ですって。ええ。ああ、います。自分のことを言われたのでうろたえていますわ、あなたの後ろで。え、思わず振り向いてギョッとなった。私の後ろにゆらゆら動く大きな黒い影。なんだ、ランプの光でできた私の影じゃないですか。脅かさないでくださいよ。いいえ、確かに見ましたわ。早く死神を追い払いませんとね。できるんですか、そんなこと。できますわ。お払いの儀式をして差し上げましょうか。そんなものがあるんですか。お願いします。いっそ死のうかと思っているのに、死神と聞いて怖がるのも変なものだが、お上の死神払いの儀式もまた変なものだった。普通の男女の儀式とどこも変わらない。ただそれは今まで味わったことのない強烈なもので、歓喜が突き抜けていくとき、私は全く新しい人間に生まれ変わっていくような気がしていた。そうだった。あのあと東京へ戻ってすぐ、バカな妻は狂言自殺の手元が狂って本当に死んでしまった。そして半年後、私を目の敵にしていた重役もあっけなく交通事故で死んでしまった。川のせいの神通力かもしれないとあの時は本気で思ったものだった。さあさあ、まずは一杯。はい、いただきます。いや、しかし幸恵さんは本当に綺麗になったね。お母さんにそっくり。おかみさんはお元気ですか。亡くなりました、川で。え、いつ。一月前です。それを八代さんにお知らせしようと。そう、あのおかみさんが。いや、実は私はね、あのおかみさんに死神をその追い払ってもらってから運が開けましてね。ええ、知っています。私あの儀式を襖の外から見てたんですもの。え、まさかそんな。いえ、大切な儀式だからしっかり見ておくようにとおばあさんに言われたのです。おばあさん、そんな人どこにいたの。おばあさんは自分が年寄りに見られるのをとても嫌がって、私にお母さんと呼ばせていたんです。え、じゃあ、あのおかみさんが。はい、あの頃で本当は65歳だったのです。そんな、いや、信じられない。あの時私は65歳のおばあさんに抱かれたのか。しかし肌はすべすべしていたし、よく潤っていた。
幸恵がわざわざ嘘をつきに来るはずはないが、私にはどうにも信じられない思いだった。八代さん、お願いがあるんですけど。いいとも、言ってください。何でもしますよ。私は今夜私を可愛がってください。な、冗談でしょう、幸恵さん。いえ、川の精が言うんです。おばあさんの身代わりになって可愛がってもらってきなさいって。川の精が？だっておばあさんは一月前に亡くなったんでしょう。ええ、でもお骨はまだお墓に入れてありません。このままだと未練が残ってゆっくり落ち着けないらしいんです。だからお前が代わりに行ってこいと川の精が。奇妙な親子、いや、ばあさんと孫か。あんな深い山の中に住んでいると、どこか常人と違った感覚で生きているのかもしれない。幸恵の目はあくまで真剣であった。幸恵を抱いた二月後、私は常務取締役に昇進した。少なくともまだ一年は先だと思っていただけに嬉しく、同時にあのおかみのことを思い出して、一度は墓参りをしておかなくてはと、10年ぶりでランプ温泉を訪ねてみた。はあ、おじいさん、まだ元気だったんですね。へえ、どうしたんですか、この宿塞ぐんですか。もうおしめだ。ここやってた方が二人とも川にはまって死んじまったんでね。二人とも？あの娘さんの方もですか。ありゃ娘でなくて本当は孫だったんだ。今だから言えるけんど、いや、そのあの幸恵さんの方はいつ亡くなったの？東京から帰ってすぐのこと？東京、誰が？幸恵さんが東京へ出たことなんぞ一遍だってねえよ。あいにくだったね、お客さん。あの、わざわざ東京から見えたんですか？ただいまの出演、小野武彦、三好美智子、大塚千佳男。ミステリーゾーン、ランプ温泉を終わります。